今日はしっかりと日差しが届き気温が上昇します。今年一番の暑さとなるところもありそうです。ではいただいておりますウェザーリポート、富山県高岡市からです。一面青空でかなり日差しが強いです。今日は30度近くまで気温が上がりそう、気をつけて作業を行いますとのことでいただいておりました。さて木田さん、朝からよく晴れて気温がぐっと上がるところもありそうですね。はい、関東北陸より西の各地では、はい、軒並み夏日になるわけなんですが、まあ、その中でも北陸あたりは今年一番の暑さになりそうなんですね。はい、では、現在のこの気温、昨日の同じ時間とのこちら気温差になります。で、黄色は昨日より気温が高いところなんですが、はい、まあ、関東あと東北もありますが、まあ、北陸から山陰などで、まあ、昨日より気温が高い傾向になっています。はい、で実際にですね、上空の気温見ますと、このオレンジ色のところ特に高いところなんですが、日本海側からねちょっと暖かい空気が流れ込んできているというのが今日ちょっと特徴かもしれませんね。なるほど。はい、で実際の予想気温確認しましょう。はい、はい、こちらになります。で夏日のところ関東より西で多いんですが、まあ、新潟は27度、金沢26度の、予想になっています。ちょっとね北陸方面、詳しく見てみたいと思うんですが、はい、これで見ますと富山29度まで上がる予想なんですね。ちなみにこの予想気温の中では新潟と富山、この気温まで上がれば今年一番の暑さということになりそうです。はい、まあ、その他の各地も予想よりも、まあ、1度ないし2度ぐらい高くなれば、まあ、今年一番の暑さになるところもありますのでね、今日はしっかり暑さ対策この後も行ってください。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、より熱中症には注意が必要です ね。 そうですね。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。